ルモイ本線。ルモイ本線は、北海道、空地管内深川市の深川駅から、ルモイ管内ルモイ市のルモイ駅を結ぶ、北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道路線、地方交通線である。路線距離は 50.1km で、本線を名乗る JR 線の中では、最も短い路線である。手塩地方随一の良好として栄えた。 ルモイ港への石炭や木材、海産物等の輸送のため、北海道鉄道不設法に規定する予定線として建設された路線である。1910年、明治43年11月23日に、深川駅ルモイ駅間が、1921年、大正10年11月5日に、ルモイ駅マシケ駅間が開業した。また、改正鉄道付設法の別表では、 日本海岸沿いに札幌駅から終点の増し系駅までの路線の計画があった。その後、1927年、昭和2年10月25日には、留萌駅から大萌駅間、1928年、昭和3年10月10日には、大萌駅小西川駅間、1931年、昭和6年8月15日には、小西川駅小丹別駅間が、留萌線として、 延伸開業だが、これらの区間は、同年10月10日に、ルモイ線から分離し、ハボロ線に編入された。なお、1927年、昭和2年10月25日のハボロ線開業当初、ハボロ線の列車は、ルモイ駅を発車した後、深川方面の東ルモイ信号場まで 1.3km 走行し、同信号場でスイッチバックして、ハボロ方面に北上していた。 これを解消するため、1941年、昭和16年12月9日に、羽幌線のルモイ駅三泊駅間が、新線に付け替えられ、ルモイ駅に、羽幌線用の4.5番ホームを新設した。なお、東ルモイ信号場ルモイ駅間は、ルモイ本線、羽幌線の二十個席区間だったが、新線付設と共に解消され、東ルモイ信号場も廃止された。 開業以来、船名、駅名の表記は、留萌え、氏名などは、ルモイだったが、1997年、平成9年4月1日に、留萌からルモイに変更している。国鉄時代には、貨物輸送が盛んだったため多くの駅に交換設備が設置されていたが、貨物列車削減による、閉塞合理化に伴い、1984年、昭和59年2月1日に、 北一子駅、藤山駅、1986年、昭和61年11月1日に、チップ別駅、海老島駅、幌抜か駅、大和田駅、1994年、平成6年12月に、石狩沼田駅の交換設備がそれぞれ撤去された。2015年、平成27年3月14日時点で、交換設備が存在する駅は、峠下駅、 ルモイ駅のみであり、増発は困難になっている。2016年、平成28年12月5日、ルモイ駅マシケ駅間が廃止された経緯は後日。これにより、長らく JR で、本線を名乗る、最短路線であった九州旅客鉄道、JR 九州地区方本線を下回り本線を名乗る、最短路線となった。2015年、 平成27年6月26日、JR 北海道が発生させた一連の事故、不祥事を受け設置された JR 北海道再生推進会議が、経営安定基金運用益が、会社発足時の半分以下になり、収支を合わせるため無理な経費節減を行ったことが、安全を低下させる一因となった、全方位に対して良い顔をする経営と、決別しなくてはならない。 鉄道だけで交通手段の確保を論じるのでは、区バスなどの交通機関と連携して、総合交通体系の一翼を担う必要があるとの認識を示す JR 北海道再生のための提言書を島田治社長に提出した。なお、北海道知事の高橋晴美は JR 北海道再生推進会議のメンバーの一人である。 翌6月27日 JR 北海道幹部が、ルモイ本線沿線自治体と非公式に接触し、ルモイ本線の全線廃止を打診していたことが、北海道新聞などにより報道された。JR 北海道は特に利用客の少ない、ルモイ駅増し系機関を2018年度までに廃止したい意向を示しており、チップ別町の神、ヤブタケ町長や増しケ町の堀正市町長は、 廃止を容認、沼田町の金平義則町長は、存続を求めていた。2015年8月10日、JR 北海道は、ルモイ市及びマシケ町に、特に利用者が少ないルモイ駅マシケ駅間 16.7km を2016年、平成28年度中に廃止することを、ルモイ市町とマシケ町長に伝達した。また、JR 北海道は、 ホームページで、同区間の鉄道事業廃止についてのプレスリリース内で、ルモイ駅ましケ駅間の輸送密度と収支を公表。1987年、昭和62年の480人、日から2014年には39人、日に大幅に利用客が減少していることや、収入が700万円に対し、年間1億60円の赤字が出ていることなどを挙げている。 2015年8月11日、ルモイ市議会が、ルモイ専権党対策会議を設置した。2015年9月7日、ルモイ市議の浮き浮き子が、ルモイ市議会本会議で、ルモイマシケ間路線廃止を市が受け入れた経緯について、高橋忠敏市長に質疑。高橋は、ある意味では、やむを得ないと判断したと答弁した。2015年11月7日、 JR 北海道再生推進会議による JR 北海道再生のための提言書発表を受け、北海道知事が学者3名、公共政策、公共交通学、会計学、交通事業者4名、鉄道1、非鉄道3、首長4名、中核都市1、路線廃止町2、廃止想定路線町1を構成員とする地域公共交通検討会議を設置した。 2015年12月9日、ルモイ市議会ルモイ検討対策会議が市長にルモイ本線の存続に向けてスピード感を持って力強く取り組むことを内容とする要望書を提出。同日、同会議が安心して住み続けられる地域の公共交通としての鉄道交通網の確立を求めることを内容とする。 要望者を JR 北海道常務山口力に提出した。2016年、平成28年2月17日、会計検査院は、経営安定基金運用収益への依存度が高い、JR 北海道及び JR 四国では、景気の交代等の外部的な要因の影響を受けている状況が見受けられたとしてきた上で、輸送密度が低迷している。 先区等の経営状況を提示できるように整理しておくこと、多額な経営安定基金資産の自家評価差額については修繕や設備投資を計画的に行うための財源とすなど、廃止路線議論環境の整備と基金取り崩しを財源とする設備投資を求める北海道、四国、九州各旅客鉄道株式会社の経営状況等についての報告書。 会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を公表した。2016年4月8日、JR 北海道は、ルモイ駅マシケ駅間の最終運行日を2016年12月4日とする意向をマシケ町に提案し、マシケ町は、生徒はすべてバス通学となり、町の過疎化で利用者は激減し、 鉄道は地域の足としての機能を失った。観光には大きな痛手だが受けざるを得ないとして、それを受け入れた。同月18日には、ルモイ市も極度に利用の少ない路線で安全性を保つのは厳しいとして廃止に同意した。同月28日、JR 北海道はルモイ駅マシケ駅間の鉄道事業廃止届を国土交通省に提出した。この届出では、 廃止予定日は、届出所定出日の1年後にあたる、2017年4月29日とされたが、同年6月9日にいた北海道運輸局による聴取の結果、廃止予定日の繰り上げが認められたため、同年6月28日に、改めて廃止予定日繰り上げの届出が行われ、予定通り2016年12月4日が最終運行日となり、翌5日が、 廃止日となることが決定した。ルモイ駅マシケ駅間の廃止に向けて、2016年、平成28年6月10日からは、ルモイ駅マシケ駅間の記念入場券、後券、記念乗車券、常備券が、深川駅、ルモイ駅で発売されたほか、同年11月3日から11月20日の土曜、日曜、祝日、 二両編成と11月23日から12月4日の毎日三両編成、旭川駅増毛駅間とルモ駅増毛駅間に、それぞれ一往復ずつ臨時列車が設定された。停車駅は旭川駅、深川駅、ルモ駅、増毛駅である。ルモ駅増毛駅間の廃止方針が打ち出される直前の2015年、平成27年10月から、 同区間の無人駅で駅名標広告や切符運賃表複数が盗まれるなどの被害が発生。さらに2016年平成28年5月17日にはルモイ駅構内に停車中の回送列車から運賃表示を行う系統設定機、車内放送を記録している音声合成装置、それを流すための自動放送装置操作盤が盗まれた。これを受けて ルモイ警察署は、同年11月11日から、同署の管轄区域である、峠下駅ルモイ駅マシケ駅間の各駅に、啓発ポスターを設置した。深川駅ルモイ駅間について、ルモイ市は2016年、平成28年4月18日時点で、存続するルモイ深川間の沿線自治体と意見交換し、JR の利用頻度を高めたいとし、 存続に向け努力する考えを強調していたが、わずか半年後の2016年平成28年10月25日に JR 北海道が廃止及びバス転換を検討していることが北海道新聞にて報道された。これについては JR 北海道が同年11月16日の記者会見で正式に認めた。2016年7月29日。 JR 北海道が駅廃止や列車見直しによる経費節減、運賃値上げによる大分負担、上下分離方針の導入などを検討内容とする持続可能な交通体系のあり方についてを公表し、地方路線の整理廃止を加速させる意向を表明。安全問題研究会の国鉄よしみは雑誌北海道経済で JR 北海道沈みゆく タイタニック号で沈没を止めることは、もはや不可能。大切なのは、路線廃止現地を与えず、公共交通の維持という使命を放棄した JR。北海道の沈没を辛抱強く待つこと。北海道民は何も悪くない。すべての責任は民営化を強行。東京駅より少ない収入しか上げられないような、会社を作り放置し続けた政府にあると批判した。また国鉄は、雑誌、 地域と労働運動で JR 北海道の経営はすでに破綻状態であり、単に廃止反対を訴えるだけではもはやいかなる、説得力も持ち得ないと述べた上で、北海道特有の鉄道事情を示し、拙速な鉄道廃止論を批判した。同日、高橋晴美知事は JR 北海道の記者会見を受け、見込まれる巨額の形状赤字を 先区の見直しだけで解消しようとすれば、本堂の公共交通ネットワークにあまりにも大きな影響を及ぼす、自努力のみで経営の再生を図っていくことは困難で、国に対し早急に必要な要請を行うとともに、地域公共交通検討会議において、本堂の交通ネットワークのあり方について検討を加速するなどと面としたが、路線名を示す形で、 路線廃止に反対の言葉を発することはなかった。2016年8月2日、民進党北海道総支部連合会は、民進党北海道 JR 北海道路線維持対策本部、本部長、荒井総を8月3日に設置することを決定。同日、同議会民進党は、同議会民進党 JR 北海道路線維持対策プロジェクトチーム、三津竹雄座長を設置した。 2016年9月21日、ルモイ市議会が税制特例措置の適用延長は必須との意見を付した JR 北海道、JR 四国、JR 貨物に係る税制特例の高級化等を求める意見書を可決。2016年10月24日、民進党北海道 JR 北海道路線維持対策本部が JR 北海道、北海道運輸局、 北海道に対し要請行動を実施し、要請書を手渡した。2016年10月28日、北海道知事が定例記者会見で地域公共交通検討会議の下に鉄道ネットワークワーキングチームを設置すると発表。知事が JR 北海道に対して一連の報道で地域に不安が広がっていることは大変遺憾。 地域の不信を招かないよう慎重に対応していただきたいとの申し入れを行ったと説明した。しかし JR 北海道の事業範囲の見直しということについてはそういうこともあり得るかなという思いもあるとも発言し路線廃止に一定の理解を示した。また知事はワーキングチームは個別の路線の話などにまで踏み込んだものを想定しているのかとの日本経済新聞記者の 質問に、知事は、正確上難しいと思うと述べ、鉄道ネットワークワーキングチームが路線名を示して、路線廃止反対を求めることは困難との認識を示した。2016年11月18日、JAR 北海道は、当社では維持することが困難な線区についてなど、路線廃止関連文書を発表。小樽駅、札幌駅、旭川駅間。 室蘭駅東室蘭駅間、おしゃま駅べきとまこま駅札幌駅間、南千歳駅から新千歳空港駅間、南千歳駅帯広駅間、総延駅北海道医療大学駅間、北海道高速鉄道関連線区、北海道新幹線を除く全路線が単独では維持不可能な線区であり、深川る萌井間は極端にご利用が少ない線区との認識を示した。 これにより、ルモイ本線各駅を含む道南、道東、道北の大半の駅が将来的に廃止となる可能性がある駅となった。同日、高橋晴美知事は JR 北海道の記者会見を受け、道内鉄道網全体の5割を超える線区が対象となっており、その進め方一環では、本道の公共交通ネットワークに重大な影響を及ぼす可能性あり、 大きな危機感を持って受け止めていますと述べた。しかし、バス等への転換を前提として、相談を行う考えが示された参戦区については、これまで沿線自治体の方々から寄せられている、合意などを十分踏まえながら、慎重かつ真摯な対話を行うことが不可欠ですと、コメントし、ルモイ本選廃止用人に含みを持たせる認識を示した。年月日、 北海道新聞社が、社説、もはや JR に任せられる、13区間1000キロ超15年後は、半減化を掲載。廃線で地方の衰退が加速するのは確か。こうした状況を打開するには、町づくりの視点で鉄道を捉え直すしかない。87年の国鉄分割民営火事から、北海道で一社が単独で営むことに無理があるとの、指摘はあったと、同性と政府の課題を指した。 2018年11月下旬、JR 北海道が深川駅ルモイ駅間を存続させる場合、沿線4市町の負担額は約9億円に上るとされたほか、深川駅石狩沼田駅間を存続させる場合でも年間で3億円の損失が見込まれるという試算を示した。全線が旭川支社の管轄であるルモイ本線の年度別の輸送密度は、 以下の通り、国鉄分割民営化直後の1987年、昭和62年旅は435人であったが、漁業や工業の車用化によって2014年、平成26年度には142人と当時の3分の1弱まで激減している。特に、ルモイ駅マシケ駅間については、廃止直前の2014年、平成26年度、2015年、 平成27年度に JR 北海道各路線で最低を記録している。そもそも同線は国鉄時代から特定地方交通線並みの輸送密度だったが、昭和52から54年の輸送実績の調査で平均乗車キロが 30km を超え、輸送密度が1000人、日以上という例外規定に該当したため、第二次廃止対象特定地方交通線から除外されていた。 近年、沿線の過疎化が進行しているほか、少子化の影響で通学生の利用も減少していること、さらには、並行して、高規格幹線道路である深川る萌え自動車道の整備が進んでおり、今後も道路線の利用の減少が続くと見込まれている。区間ごとの収支、営業収益、営業費用、営業損益と営業係数は以下の通り、 いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。2014年、平成26年度のルモン駅増し系期間の営業係数は 4554? 管理費を除くと4161であり、これはかつて日本一の赤字線と呼ばれた、みゆき線の1974年、昭和49年度の営業係数3859をもしのぐ数字である。 定期列車は普通列車のみの運転で、全列車ワンマン運転になっている。石狩沼大気より乗客が減少するものの、全列車が全線通しで運転される。2時間以上運行間隔の開く、時間帯があるものの、2019年時点でも1日8.5往復と輸送密度と比較して本数は多い。下りは1本のみ旭川から函館本線経由で、 ルモイ駅に直通する列車も設定されている。一部の普通列車は途中駅を通過する。朝五時台の深川発ルモイ駅主発列車は石狩沼大駅、峠下市大駅、大和大駅にのみ停車する。故障防止のため線内の駅での車両の夜間停泊は行われず、早朝と夜には旭川運転所旭川駅ルモイ駅間に回送列車が設定されており、 深川駅発着の始発や最終列車も、旭川駅を経由し、旭川運転所発着で改装される。前述の運行本数も、去ることながら、ワンマン運転にもかかわらず、ルモイ駅には、駅員が配置されている、緑の窓口もあるので、マルスのリース費用もかかっていること、さらに夜間停泊がないことを踏まえると参考線のように限界まで、 経費削減を進めたとは言いい。切れない1990年、平成2年3月10日からは、下り旭川駅ましけ駅間、上り留萌駅、現在の留萌駅深川駅間に、快速、留萌が一応往復運転されていたが、1995年、平成7年4月1日に廃止された。深川駅留萌駅間の途中停車駅は、チップ別駅、石狩沼田駅、 峠主太駅であった。1998年、平成10年12月、NHK の連続テレビ小説、スズランの撮影が、猛火鉄道から、蒸気機関車、C1266 を借り入れて行われた。これを機に、JR 北海道においても C11171 が、胴体復元され、これを使用した SL スズラン号が1999年、 平成11年5月から本路線で不定期運行されていた。2000年平成12年からは C11207 が胴体復元されて運用に加わり C11171 と C11207 による従連運転も実施された。運行にあたっては空ルモイの西町にまたがる沿線自治体を中心に空知・留萌へ据える運行推進協議会 2002年、平成14年度からは、北空地、南留萌広域観光連絡協議会を設立し、JR 北海道と地元との協力体制を確立した。2002年、平成14年度からは、運行区間が、深川駅留萌駅間から、深川駅増毛駅間に延長されたが、2003年、平成15年度からは、沿線自治体のお祭り等を合わせたイベント的な、 運行となり、運行日が大幅に絞り込まれた。しかし、乗車自民が年々減少していたことから、2006年、平成18年9月10日を最後に、運行終了となった。SL スズラン号は1日1往復、全車指定席の快速列車として運転していた。ルモイ駅マシケー機間は、全車自由席だった。指定席券は800円と、 他の JR の蒸気機関車、牽引列車、SL 列車と同様、通常の快速列車、急行列車の指定席券よりも高く設定されていた。深川駅チップ別駅、石狩沼田駅、海老島駅、ルモン駅、増毛駅。チップ別駅は2000年、平成12年は、下り列車、深川発ルモン駅のみ停車だった。また、石狩沼田駅は2002年、平成14年から、 停車駅に追加された。上り増池発深川駅列車は、ルモイ駅まで運転して、一旦打ち切り、その後2時間ほどしてから、ルモイ駅から深川駅まで運転されていた。これは、ルモイ駅規制が一閉塞のため、増池駅に到着後すぐに列車を折り返さないと次の列車を増池方面に運転できないからである。毎年4月末から5月にかけて、土曜、 日曜、祝日、ゴールデンウィーク含むを中心に運行されているトロッコ列車である。2001年、平成13年から、マシケ GW の6個号、マシケゴールデンウィークの6個号として運行を開始し、2007年、平成19年の運行から、マシケの6個号に改称された。ゴールデンウィーク中の運行は2014年、平成26年をもって終了し、 2015年、平成27年は5月16日17日に運行され、2016年、平成28年は5月7日8日に臨時運行されることとなった、油石3両と団体専用1両。同年12月5日に、ルモイ駅マシケ駅間が廃止となるため、交通新聞では、これが最後の運行となりそうと報じている。運行区間は1往復。 1.4号が旭川駅増し景機関、1往復2.3号がルモイ駅増し景機関である。運行開始当初は車内にバーベキュー調理設備を設けたバーベキューカーを2号車に1両連結した両編成だったが2014年平成26年度はバーベキューカーを2両連結した4両編成で運行された。車両はフラの ビエの6個法用の510軽客車と、バーベキューカーの那覇2万9000客車が使用される。バーベキューカーは、一般団体客専用。それ以外は、全席自由席となる。旭川駅、深川駅、チップ別駅、石狩沼田駅、海老島駅、ルモイ駅、マシケ駅。駅。 マシケ駅発着やハボロ線直通の優等列車が運行されていたが、JR 北海道発足以前にすべて廃止された。ルモイは、小樽駅、札幌駅ルモイ駅、区別駅間、函館本線、ルモイ本線、ハボロ線経由の準急列車として、1961年、昭和36年1月15日に一往復で運行を開始した、下りは、小樽発上りは、 札幌行き、同年10月1日には往復とも小樽発着になるが、1962年、昭和37年5月1日には、運行区間が、小樽駅ルモイ駅増経駅間、函館本線、ルモイ本線経由に変更され、一旦、羽幌線への乗り入れがなくなった。1963年、昭和38年12月1日には、 運行区間は、旭川駅留萌駅地区別駅、幌延駅間、函館本線、留萌本線、羽幌線経由に変更され、二往復体制、下り2号と上り列車は、幌延8着、下り1号は、地区別8着での運行となった。羽幌線内への乗り入れが復活したが、いずれも、準急列車としての運行は、函館本線、留萌本線内、 朝日川駅ルモイ駅間のみで、ハボロ線内、ルモイ駅区別駅、幌延駅間は、普通列車として運行された。なお、札幌駅直通準急の名称は、カムイに変更された。1966年、昭和41年3月5日には、急行列車となり、地区別発着と、幌延発着が1往復ずつの2往復体制となる。1967年、 昭和42年10月1日には下り1号が、ルモイ止まりとなり、羽幌線直通は折り2号と、上り1.2号となった。1968年、昭和43年10月1日には、羽幌線直通が2往復となるが、1972年、昭和47年3月15日に折り1号が、再度ルモイ止まりに戻っている。1984年、 昭和59年2月1日に上り、列車が廃止されて、下り列車、旭川発流萌駅のみの運転となり、羽幌線への乗り入れがなくなった。その下り列車も1986年、昭和61年11月1日には、ボロと共に廃止され、これによって、ルモイ本線、羽幌線から優等列車が消滅した。車両脇派22系機動車が使用された。 運行開始当初は、単行、一両編成だったが、1963年、昭和38年12月1日からは二両編成で、運行された。マシケは、準急、カムイのマシケ発着列車を解消する形で、1965年、昭和40年10月1日に運行を開始した。1966年、昭和41年3月5日に急行列車と、 なるが、1968年、昭和43年10月1日には、留萌駅マシケ駅間が普通列車となり、下り列車の始発駅が手稲駅に変更された。1970年、昭和45年10月1日には、上り列車の終着駅が手稲駅に変更された。1971年、昭和46年7月1日には、 下り列車の始発駅を札幌駅に変更し、札幌駅をたる駅間が快速列車となった。1980年昭和55年10月1日に廃止された。廃止区間の駅は公設3章。うちの距離地は深川駅からの営業キロ。以下の区間はルモイ鉄道がルモイ港まで開設した石炭や木材の貨物船だったが、 1941年、昭和16年10月1日、買収と同時に、ルモイ駅の構内線に編入された。ルモイ線の各駅は、様々な作品のロケ地として使われている。以下はその事例である。なお、ロケでは使用されなかったが、1972年に TBS 系列で放送された、ケーキ屋ケンちゃんでは、ケンちゃん一家が北海道旅行した際に、 当線の列車と、北北和和駅、現北駅現、が登場している廃止されたルモイ駅マシケ駅間には、廃止前から並行して、沿岸バスのバス路線、ルモイ別刈線が1日9往復運行されており、これが廃止区間の代替バスとして機能している。ただ、廃止後もバス便の増発は行われておらず、加えて年末年始は減便される。 鉄道では存在したが、バス便では設定のない早朝、夜間の時間帯については、JR 北海道から受け取った支援金10年分5000万円を活用した乗り合いタクシー、完全予約制を一往復新設した。運行は、ルモイ市に営業所を構えるタクシー会社、小鳩交通に委託しており、乗車を希望する場合は早めに予約を入れることになっている。 深川駅ルモイ駅間の列車との接続を考慮して、早朝便は旧市系駅舎前午前6時10分発、夜間便はルモイ駅正面玄関前午後9時15分発とシーる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。